数年前、義兄夫婦が中古マンションを買ったんだけど、その時、地元の私に立地について尋ねられたので。正直に、夕方になると、マンション前の大通りに、ムクドリの大群が集まって糞の雨。それ以外はいいところ。って答えた。結局、義兄夫婦はそこを購入。数年経った今、義兄夫婦の娘が、帰宅時に、その雨に当たってしまうらしく。前の家の方が良かった。ってめちゃくちゃ切れ散らかしてるらしい。この間、義実家に集まった時、義兄嫁から、私さんがちゃんと教えてくれれば買わなかった。ってねちねち言われて、え?って感じ。そしたら、義兄が、いや、私さんは言ってたじゃん。それを、賃貸暮らしが足引っ張ろうとしてるって笑ってたのお前じゃん。とか、背中から打つ真似したもんだから、義兄嫁はブチギレ。テーブルに叩きつけたお皿が、運悪く割れて、しかも、それが義母のお気に入りだったみたいで。騒ぎを聞きつけて、台所から出てきた義母が泣き出し、騒ぎを、RY、義父が義兄嫁を怒鳴りつけて、義兄嫁は号泣。よくわからないけど、義兄も大声で応戦。なぜ?阿鼻叫喚だった。なぜかわからないけど、私も大声で、もう帰りますね。って言って帰ってきた。義実家に行ったのが、そもそも、入院してる夫の病状報告だったんだけど、関係ないことで、どっと疲れた。夫に心労をかけたくないから、まだ黙ってるけど。義母は物持ちよくて、一つ一つを大切にしてるのもあるし、息子が、夫、5年後も生きてるかわからないって話した後でもあるから?というか、流れが、夫の病状報告。義兄嫁、でも、それも一種の罰ですよね。私さんがちゃんと教えてくれれば。という流れなんだよね。あの時は思考停止しちゃったけど、今は心が無。義兄嫁もそうだし、ヘラヘラ笑ってた義兄も無理。義兄一家を、鳥の糞で困らせた罰で、うちの夫が死ななきゃならないの?ばっかじゃねえのって感じ。多分、義兄嫁の中では、鳥被害と夫の病気が、本気で釣り合いが取れてると思ってる。前から、小さいことと大きなことを、同列に考えるところがあるし、義兄は義兄嫁をかばったのかな。そんな怒鳴らなくても、泣いてんじゃん。とか言ってた気がする。ほんとそれ。買う前に確認せんかったのかいって。夫には言えないし、義両親は味方してくれると思うけど、今は情緒不安定だし、実家は実家で、問題を抱えてるし、いろいろ疲れた。聞いてくれてありがとう。